い、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の地理、日本の農林水産業についてお送りします。で、前回はね、日本の資源とエネルギーやりましたが、ここからまあ農業関係の話をね、まず1本やっていきます。で、今回の穴埋めは全部で8問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番から穴埋めの方を始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。では、まあ、タイトル通りね、日本の農業の話をするんですけど、で、基本的に日本の農業っていうのは北海道を除いてね、まあ、北海道以外は規模の小さい自作農が多いです。つまりすごいこう広いところを一気に農業やるっていうのはないんですね。なんでかっていうと、土地がないんで、日本狭いからね、アメリカとかに比べてしまうとね。ただ北海道はその土地がいっぱいあるので、もっと規模が大きいのがあるんだけど、基本的に規模の小さい自作農が多い、日本はね。で、まず野菜の話からいきます。野菜の生産っていうのは、これ大きく今回4種類取り上げるんですけど、まず1種類目、千葉県とか茨城県なんかのほにゃらら農業の地域、これ1個ずつ確認していきましょう。まずこの農業の名前が近いに、これで近郊農業と言います。で、これはですね、大都市の近くでやる農業です。だからこの千葉県とか茨城県は東京の近くで あるんで、そこで近郊農業をやる。で、近郊農業のメリットとしては、その大都市の近くにあるんで、すぐ持っていけるんです、その栽培したもの。これ野菜とか、例えば花とかでもいいんだけど、だからその鮮度が大事、すぐ腐ったりはしないっていうところがいいことになりますね。鮮度が大事になると。で、次、宮崎県そして高知県なんかの暖かい気候、ここポイントはね、暖かい気候を利用したのをほにゃらら栽培と言います。で、これをですね、人弁に足で、まあ、成功のせいで促成栽培と言います。促成栽培、これがね、暖かい気候を利用してます。で、この促成栽培がどういうのかっていうと、これはその栽培する、例えば野菜を育てるとか、その取る時期あるでしょ、収穫する時期をですね、早めるんです。例えば普通は、じゃあこの果物じゃねえや、この野菜が8月に収穫するのが一般的だとします。8月ね。なんだけど、促成栽培の時期ではもっと早めるね、4月か5月に早めることができる、それが促成栽培で、それの反対があって、今度長野県とか岩手県なんかで冷涼な気候、つまり涼しくて、まあ、寒い気候ですね、それを利用したのをほにゃらら栽培と言います。で、まあ、これをね、セットで覚えてもらえるとありがたい。これ抑制栽培と言います。で、これは逆です。収穫する時期を遅めるんです。だから8月が普通だったら、もっと後ろ11月とか12月に遅めることができる。いいかい。で、なんでそんなことするのかっていうのは、ここまでやったら説明するんで、ちょっと待って、ね。で、あとは温室とかビニールハウスなんかを利用したほにゃらら農業っていうのがね、発達してる地域もあります。で、そのビニールハウスとか使うね、農業の仕方を、まあ、ビニールハウスとかの施設を使ってるんで、施設園芸農業と言います。施設園芸農業ね。で、これもビニールハウスとかなんかで、外は例えば外がすごく寒くても、ビニールハウスの中の温度は調節できるから、あったかくすることもできるんだよ。だから収穫する時期を早めたり遅めたりっていう、その時期をずらすことができます。だからここの3つね、促成栽培、抑制栽培、施設園芸農業、ここは基本的に収穫時期をずらしたいので、なんでそんなことをするかっていうと、例えばじゃあ、ある野菜、旬があります。絶対に一つ一つの野菜にね、夏が旬だったり冬が旬だったりね。で、夏が旬のものがあるとするでしょ。でもスーパーとか行ったら基本的に1年間どこでいつでも並んでるわけだよ、商品が。それはなぜかっていうと、こういう栽培方法、あと農業をするおかげで、栽培時期ね、ごめん、収穫時期をずらしてくれる。だから1年間通していつでも収穫できるようになってる。そういうことをするために、こういう栽培方法とか農業があります。
で、あと地味なチェックが気をつけることなんですけど、この促成と抑成ってよく俺セットで覚えてっていうのね。やっぱ似てるようなことをやってるんで。で、正の字がね、どうしても同じっていう風に勘違いして、どっちかの正にしちゃうことがある。例えば、抑成の正を促成の正でも書いてしまうとか、いうミスが起こるので、ちょっとここ漢字気をつけておいてください。ね、テストの時こんなんでミスったらもったいないからね。で、次、ちょっと話が変わります。農産物がですね、ほにゃららかっていうのがされたんです。後で言います。で、それが、まあ、それのせいでって言う方は悪いけど、それによって、国内産、つまり国産ね、日本の中で作ってる農産物が、安い輸入農産物、つまり海外から輸入した農産物に押されてます、今。だから、日本のほにゃらら率が大幅に今低下してるんです。で、まず、何かが起こったか。言うと、これはね、貿易自由化と言います。漢字のまんま、貿易が自由になったんです。これはその商品を例えば輸入する量とか、そういうのが制限があった。あとは関税っていう税金かかったりしたんだけど、そういうのがね、なくなった商品が増えたんです。だから輸入しやすくなったし、いっぱい輸入できるようになったので、輸入商品の方が安いです、絶対に。日本のものよりもね。だから安いものにやっぱり消費者は行くので、買う側は。だから日本のものの農産物がどんどん押されていく。で、そうなるから日本のほにゃらら率、これ何が下がるかっていうと、食料を自給率って言います。食料自給率だね。これは国内産、日本の中で作って日本の中で消費するっていうその率です。つまり海外のものをいっぱい輸入してそっちを食べているから、どんどん国内産のものを食べなくなってる。だから低下してるんです、食料自給率がね。で、今こうやってね、まあ、輸入化によって押されてるってあったけど、今回あのね、農林水産業で林業をちょっと取り上げてないんですよ、この中で。林業、木のね、やつね。で、林業も同じです。海外の安い木、木材をね、輸入できるようになってしまったので、今国内はすごい押されてます、林業に関してもね。で、最後漁業いきます。水産業だね。で、現在日本の漁業っていうのは、漁獲量、これ取っていい量ね、の制限が厳しくなってます、すごく。で、そのせいで遠洋漁業とか、あと沖合漁業、つまりこう取り行くね、漁業ですに従事する、つまりそれをやってる人がどんどん減っています、今。で、また同じだね、海外からの輸入も増加しているので、取る漁業、だイメージはさ、例えば船に乗って魚を取り行くっていうのがイメージが強いじゃんか。でも、その取る漁業から今育てる漁業に方針が変わっていってます。だからそれにあたって、ほにゃらら漁業とかほにゃらら漁業の成長が今期待されています。で、これ2個漁業の名前があるんで覚えてください。まず1個が、ちょっと待ってね、養殖漁業です。養殖漁業で、もう一個、これ書いてから説明するね、両方とも。こっちが栽培漁業と言います。で、養殖っていうのは結構こうね、言葉聞いたことある子もいると思うんだけど、普通に育ててそれを収穫するんです。取りに行くんじゃなくって、その魚をそのね、地域じゃねえや、その場所を作ってそこで育てる、自分で。で、育てきったら収穫すると。取るっていう。それが養殖漁業。じゃあ、栽培漁業って何かっていうと、これは、例えば、魚の赤ちゃんとか、まあ、貝の赤ちゃんでもいいですけど、それを自分で孵化させるでしょ。で、赤ちゃんをある程度育てたら、海に戻すんです。まあ、川に戻すか分かんないですけど、戻すと。で、それをまた成長して、ね、自然の中で成長してきたのをまたいつか取るっていう。そういうのが栽培漁業と言います。だからこっちはもう育てきる。自分で育てきって取るんですけど、こっちはスタートだけ育てたら、あとは戻すというのが栽培漁業です。いいかな、まあこんな感じで、日本の農林水産業はね、今こんな状態になっております。では、今回は社会の地理、日本の農林水産業についてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回は今度日本の工業です。今回農林水産
噛んだ農林水産業だったんで、次回は工業について取り上げますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。じゃあ今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。